アナログ本舗さんの皆さん骨董品集めてるようで、集めてる、それが商売なんですよね。で、高く売るコツ教えてもらえますか。カメラです。カメラ高いの。カメラ、スマホと違うんで、あ、スマホも高いんだ。スマホ普通、あ、普通の iPhone 高いの。高いでしょ。まあ高いけど、一眼レフは、一眼レフの方が安い。あ、今そういうミラーレスの、そこまでいかなくていいの、画素を落とす。例えばこう家とかのそういう買い取りとかやってるじゃないですか、そういうので高く売るコツとか、欲しがるものを持ってくる。あと消耗品も意外と高い。電気とか、あの玉とか家電とか。あ、家電、例えばストーブ、ストーブ一番いいかな。あのリサイクル法のやつあるでしょ、冷蔵庫とかエアコンとかって、あれってこう出せばお金かかるじゃないですか。それって本当でいけば5年未満まではいけば、うん、これ越しちゃうともう需要売れなくなっちゃう。でも買い取りはしてもらえるの。5年未満だったら、5年未満だったら、うん、で5年以上過ぎてればそのリサイクル料払えば持っていく感じ。持っていくけど、うん、エアコンとかはダメ。エアコン取り外しあるから。あとさ、エアコンとか冷蔵庫とか洗濯機とかってそういうやつってリサイクル料もかかるけど、意外とさ、その5年でも匂いとかついたりするじゃん、冷蔵庫って、うん、あれ取るとコツとかあるんですか。そこまでは知らない。知らないです。一番人気あるのが二層式の洗濯機。それはなんてなんですか。なんか今このドラムとか、うん、勝手にあの脱水をさ、うん、なんか野菜の水切りとか、あ、ホルモンとかも使ったりして、そうそうそう、あとはだって昔の電子ジャン、電子ジャン、クレミング作った。あ、それ、やけ、送れめっちゃ、わかりました。ありがとうございました。どうも。